パパ活したくない？する方、させる方、何？パパ活ってどっちの動詞？パパ側がいいの、私、パパ側。金払う方ね。そうね、聞いて。あ、ね、私の思ってる妄想はなんだけど、まあ、まずパパ活募集してる女の子がいて、まあ、顔はすごい可愛いんだけど、まあ、ちょっとグレてるというか、まあ、いわゆるその美容とかにもお金かけたいし、ちょっと寂しがり屋な女の子なんだけど、で、その女の子がパパ活を募集して、で、私に会うわけね。で、私に会って、うわ、女の人だと思うわけだよ。で、なんか変な性的な趣味があったらやだなぁなんて思いながらね、一緒に食事をするわけ。で、最初は食事だけでお金をね、渡して解散になるの。で、その、パパ活してる女の子が、ふーん、ちょろこんなんで金稼げるんだ、つってね、帰りにデパコスを買って帰るわけですよ。で、次また私という約束をして、美味しいね、もう、うかい亭とか食べに行くわけ。で、なんかマナーとかわかんないよってその子は言うんだけど、私は全然、そういうんじゃないからって言って、もう、何ですか？そういうマナーとかじゃなくて、ただ楽しく一緒に食べれたらそれでいいと思ってるし、気にしなくていいよっていうわけなんですよね。で、パパ活。だから、まあやっぱりご飯もおごるし、お金も渡すんです。そしたらやっぱり、その2回目も、なんかその体の関係がなかったことに、その女の子を、ちょっと怪しむんだけど、でも SNS とかにちょろかったわとか言って書くんだけど、こと心の中にはなんか言いようのないわだかまりが残るんだよね。で、やっぱ若い自分よりちょっと上ぐらいの世代の私が、そのお金を払って食事をしてくれる意味がわからないなっていう風にパパ活してる女の子は思うんですけど、そしたら何回か食事をしてお金を渡すっていうだけのことを続けている間に、そのパパ活をしてる女の子の方から私にお姉さんはそういうことをしなくていいんですかっていうふうに聞いてくるんだよね、もうそっち側から。で、私はしたいって聞くんですよ。したいって聞くんと、もうそのパパ活してる女の子は全然ね、したいかどうかが分からなくて、こう黙るわけですよ。で、私がその黙ってる姿を見て、したくないことする必要ないんじゃないって言ってクールに去っていくわけですね。で、一方そのパパ活をしてる女の子は私以外のパパも抱えていて、そのパパの方とは体の関係を持っているんですけど、で、体の関係を持った後にふと私のことを思い出すんですよね。私といる時間ってやっぱりその自分が唯一リラックスしている時間だなっていう風にパパ活してる女の子は思うわけで、でもリラックスしている状態なんだけど、だからこそお金をもらうことにどんどん罪悪感を感じるわけなんですよね。で、自分がしてるそのパパ活っていう、体の関係を伴う、まあ、援助交際的な関係のことについて、その女の子は今一度見つめ直すわけなんですよ。で、その流れでその抱えているパパに、もうこういう関係は最後にしようと思うの？みたいなことを言うのね。ただなんかそのパパにが、その女の子に対して別にさほど大事に思ってないみたいなことを言うんですよ。で、そのまあ大人のね、醜さに触れて、ひどい言葉を浴びせかけられて、傷ついた女の子は初めて女の子側から私の方に連絡を取ってくれるわけなんですよね。私の方に連絡を取ってくれて、会えませんか？みたいな話をするんです。で、その日は雨が降ってて、カフェかなんかで会うんですけど、なんかこう、なかなか話し出せないような雰囲気をそのパパ活の女の子が醸し出していて、で、私が、うち来るって言って、そのままね、雨の降る道を二人で歩いて帰って、うちに呼ぶわけなんです。で、その、うちに入ったパパ活をしてる女の子は私の部屋を見て、お姉さんの部屋初めて入ったって言うんですよね。え、って何もないでしょって私が言うんですよ。ごそごそ勝手にパパ活の女の子が、私のね、本棚とかを漁り出して、エロゲとかが入ってるのを見て、なんだこういうの興味あるんじゃないですか、ちょっとやめてよっていうやり取りをするわけなんですね。で、コーヒーを入れ終わった私が、パパ活をしてる女の子にコーヒーを差し出して、で、どうしたのみたいな話をするんです。で、自分が私といる時間が楽しいということに気がついたことを、そして、
パパ活という行為に対して少しの罪悪感を覚えるようになってしまったこと、自分がこんな風に思えるようになったのは、むしろ思ってしまうようになっちゃったのは私のせいだっていう風に言ってね、そのパパ活の女の子が私を責め立てるわけなんですよ。大声で若い子なりの大きい感情で私を責め立ててくるわけなんですね。で、散々責め立てた後に私がまだスンとして顔で聞いてるから満足みたいな顔で聞いてて、その女の子はずっと疑問に思ってたことをぶつけるわけなんですよ。あなたは何がしたいんですか、私をどうしたいんですかって言うわけなんですよ。で、私がしたらポツポツとね、自分語りを始めるわけなんです。私も本当は寂しかった、家に帰って仕事に行って家に帰っての繰り返し、虚無感しか感じない毎日、そんな自分を変えたかった、自分の持てるものはお金しかなかった、お金で誰かを幸せにできるならそれがしたかったっていうね、私の自分語りが入りまして、で、その後にその話をしてパパ活をしてる女の子は、そのお姉さんも私と同じだったんですねっていうことに気がつくんですよね。そう、かくいう私もパパ活をしてる女の子と同じただの一人の寂しい女の子だったっていう話であって、それで、あなたに出会えて私は寂しくなくなったから本当にそれだけで十分だったんだよっていうことを、私がなんか今までの大人っぽい雰囲気とは打って変わって、しっかりした22歳、しっかりした、いや、あどけない22歳の表情になって答えるわけなんですね。で、そのパパ活をしてる女の子が普通に女の子友達とじゃれ合うようにこう私を抱きしめて、今日は一緒に寝ようっつって一緒に寝るんですよ。で、まあなんだかんだあって、その後その子とはしばらくはとっても仲いいお友達的な関係を続けるんですけど、まあ向こう側からね、まあちょっと結局は私のことを好きになってしまって、その後からはねちょっといろいろな展開があるわけなんですけど、それはまたね今度したいよなパパ活。いや、したくね。で、選ばれたい、あなたが一番のパパだって言われたい、言われたくない、言われたいよな。ふぅ、金で心は買えないって知ってるよ。違う、金で相手の時間を買って、ゆくゆくは私の心で相手の心を手に入れるんだよ。選ばれてるのは金だよ。ちょっと待てい、言うな。言うんじゃない、そんなことを言うんじゃない、やだやだやだ、選ばれてるのは金じゃなくて私だもん。みんなだって私を選んでこの時間に私の配信を見に来てるんでしょ。パパ活してる女の子が私を選んでくれる可能性だって捨てきれないじゃないですか。